工房をご覧いただきましたけれども、はいはい、まあ、ざくっとでいいので、うん、まあ、ご感想いただければ。なんだろう、すごい明るい職場で本物を作ってるって感じがしました。明るい職場、なんだろう、こう快適な働きやすいことのすごい考えてるじゃないですか、うん、女の人でも簡単にとか、うん、重たいものも軽くとか、うん、こう工夫して農業を運ぶとか、うん、そういうのがこう働く人のためにこう快適に物が作れるようにしてて、そしてできてくるこの本物感、うん、すごいなって思いました。何でも揃ってる。ありがとうございます。やっぱりね、あのどうやろう、片付けとかきちっとしてないと、うん、いいもんってやっぱできてこうって言って、それそれ、あの、我が家の家中は見ないでくださいとか仕事場はね、そういうふうにみんなで共同体なので、ぜひぜひ。なんかね、あとね、こう景色とか見てて、この建物とか、こうお父さんが作ってるこもごましたものとか、ああいう一つ一つのものがね、なんかなんだろう、こう民芸的なものがすごく綺麗で、こう洋の美みたいなのをすごく感じて、こう綺麗なものができてくる環境ってこういうところにあるんだなって。まあ、もちろん洋の美容も私らにとっては最大のテーマなので、基本のキーなので、すごいここに全部揃ってるって感じがした。あ、そう、外からそう言ってもらえると嬉しいもんね。自分らはそこまで意識してないけど、うちの車の家庭を、はい、工場見学していただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うちの車は、京瓶型っていうふうに皆さん言っていただいてますけど、京都で作ってる瓶型になります。はい、で作り方は本瓶型と全く一緒です。ただ、あの染料が違って、本瓶型は顔料っていうのを使われるし、私らはあの友禅染めと同じ、そうか染料で使うっていうところで、雰囲気が違う。で、その雰囲気の違いをどういうかっていうと、私はよく絵で例えるんですけど、もう本瓶型は油絵、重厚感と立体感と力強さがすごいっていう魅力がある。で、私らは水彩画、透明感があって生地の質感を損なわないっていうところが良さ で、決してそれは優劣じゃないじゃないですか。そのお部屋でどこにかけたいかっていうのがあると同じように、自分のお顔立ちとか TPO で選んでいただくといいかなっていうふうに思ってます。ですので、やり方は一緒です。型紙を手で彫って、これを使って防染のり、のりを置きます。で、のりが置かれたところが染まらない箇所、でその後ちょっとここで一手間あるんですけど、地入れって言って、はいはいはい、きれいに染まる下準備をした後、彩色、彩色をした上からまたのりで蓋をする。でその後、地染め背景の色を一気に染めするって色が入ったら、うちはもうその酸性染料なので蒸すという工程で、だいたい97、8度で1時間が基本。蒸して糊を洗い流すとこの状態になるという。で、白地の場合は背景に糊がつくようになってるので、ここの工程がないんですけど、あの意外と手の込んだものの方が多いので、白地でちょんちょんちょんって柄やったら下着みたいになっちゃうでしょ。白地ほどグワって柄があるので、決してここの手間がないから安いってわけではないんです。で、この型で黒地にしてくれとか言われるとすごい困るっていう。確かに確かに。
っていうのは基本です。でそれを踏まえてくるっとこう振り返っていただくと、はい、こちらが彩色場になります。はい、こちらが彩色場で枠場って言うんですけど、まあ、枠なんですよね。でこれがくるくる回り込んで、はい、あ繋がってるじゃない。人はじっと座ったままで段門がくるくる一周してる。でこれのいいところは絵の具を持って歩かないので、うん、事故が起こらない。どっかについちゃったとかね、うんうん、やっぱり染色じゃこうね汚れるものを持ってるので汚さないようにするっていうのはとっても大事、うんうんうん、こうねお盆でこうバットでね行ったり来たりするんですよ、うん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 、もしつまずいてもとか ね転んだら大変、うんうん、汚さないようにっていうのもきちんと。あれ私持ってるのと同じかな。そうだねあれ私持ってるやつだ。そうねすっごい好き大好きなんです。朝のやつでね、あれも一目惚れ。マート危険地帯でこれがねこう洗濯バフについてるのは、うん、お腹の部分と太鼓の部分に印をつけてます。なるほどなるほど、うん、で別にもっと全部やってって言ったらやるんですけど高くなりますよっていうだけですね。いらないとこはやらない方がね皆さんのお財布に優しい。かわいい鳥ちょっとなんかメロがこんな感じよね。かわいいかわいい。ゆうこさんっぽい私が書いたわけではないでこの方がね、取り外しができるんで、もし振り袖を貼るときはこれを上の方に上げて長さを出して、あなるほど、で一旦ぐるっと回すっていうようなことをしてます。そんなに糊って乾燥しちゃうの？こうちゃんと加湿しとかない。いや、それはエアコン入れてるから。あー、そっかそっかそっか。みんなが快適なようにそっちを。なるほど。入れてるので、もうね。なるほど、出しとく。雨の日とかダメでしょ、ベタベタ。あー、そう。うん、それはそれでね、こっちでストーブ入れて、火で乾かし持ってさ、へー、あ、じゃあちょうどいい状態にしてっていうことも。うんうん。なるほど。コンディションちゃんとするっていうのは結構大事ですよね。また新しい柄を作ったりしてますけど、書いて、うんうん、全部手で彫って。誰が彫るの？大体父が彫ってますよ、ね、へー。でも彫り師がいてたんですけど引退したので父が彫って、で、まあ、私らも勉強のために彫ったりはするんですけど、なぜ他のことがいっぱいやること多すぎるんで、大体父の彫ってって言ったんです。これもデザイナー筆でどこでも売ってるもんですよ。で、引き彫りですよね。こうスーッと引くように、うん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 、でここで自分でストップかけとくんですよね。こう持っといて、こうあんまりグッといかないようにぐらい。普通にもうカッティングボードを使ってます。別に60使うとかそういうことはないです。このちっちゃいポツというのも、ね、あ、それはね、こう引き彫り、はい、引き彫り、突き彫りの道具ですね。丸い塔があるので、いろんなサイズあるんだよ。ツンって、もうこれ半円とかやったら回してとか。あ、なるほど。物によっていろいろ。すごいです。これこういうのが貴重になってきてるね、今ね。今ね、うん、昔はよく古道具市とか行って、うん、出てくるの探して買いに行ったりとかして、うん、今もう出へんけどね。絵としては繰り返し、これ木尺の型なんですけど、うんうん、こことここに星が入ってる、はい、そうそうそう、うん、でこれで繰り返すっていう、うん、星がついてるってね、まあ、よく知ってはぐし、うん、ならではっていう、うん、絵としては繰り返しなので同じ絵が繰り返してやってきますけど、うん、手で彩色するので、あ、色変えられるんだ。色変えられるっていうところが、うん、いいですね。パターンが決まらないっていうか、うん、俺と違うところで、そういうところが手仕事ならでは、うん、動きがあるものを作るっていうものをいつも心がけるようにはしてます。でこれを作ったらまた片倉庫に片付けて、で出してきてってことをしてます。うーん、で今のうちではもう5000番台ぐらいまで来てる。すごい柄がある。劣化しないものにするやっぱり、うん、でヒット作はやっぱり彫り直してるのもあるし、うーん、でも作ったけど人気でへんって、全然使ってへんって、綺麗なままっていうのもあるし。へー、はい、ここが G レオの場所になります。が、中身としては大豆の絞り汁5種類と、ふのりを炊いた液体と、お水を混ぜた液体を生地に引いて染み込ませて乾かすという、うん、
じで朝やったところ で今濡れてるのでこうして洗濯が乾かして乾かしてるっていう、できるだけ満遍なく当たってほしいので今後洗濯も動かして動かしてみたいな感じで、でも天気もいいので多分風で乾きますけど、ここで乾かへんかったらもうここに夏でも10個って熱いロボット入れて、そうなんだ、今日は朝もタンポン巻こうもでも糊が乾いてて巻けへんかったんで火つけてあの巻いたかったんで汗だくです。でもやっぱりそうしてても糊のコンディションがぴったりになるように、これ長くないとね仕事はできない。いやすごい、でもここの中に今日は貼ってないけど長靴履いて中に入ってグッて振って洗います。やっぱ手の方がね優しいしできるのにグッと掴むわけでもなく、やらで程よく持てるので、へー全部揃ってる、全部やっちゃうの、すごい、虫以外なんかペラみたいな、これ海苔すくうの、え、あ、海苔がもうあの自分たち作業するのに持っていきたいでしょ、うん、でここにこう60キロとかこう練るわけですよ、あ、海苔、海苔がもち米の、はい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 、はい、で、入れるのにすくうのにあのちっちゃいのではやってられへんので、であのゴムベラとかで、はいはいはい、あれで何回もすくうよ、でも一すくいがすごい重いから、あのなるほど、だからあのヘラ、へえ、珍しい形で、いやもう多分手作り、手作り、うん、私これ大きすぎて使えへんかった、私こっち使った、うん、作ってここに入れて、でここから仕事する、へえ、あの持って上がってこれへんし、ここに、うんうん、これでも結構重いよ、絶対重いと思う、階段上がってくるのが、へえ、好きな方にもう一回水入れて、あ、こうこう、結構硬いこうしてひねって、いい状態。青なんだね。そう、本当は青花の汁でしょ、もともとは。でもそれは効果なんで、うん、まあ、化学成分でできたものを群腸っていうのが売ってるので、うん、それを使ってます。へー、夏とか痛まない。腐る腐るくるよね、うん。だから必要な分だけを練るようにはしてる。うん、一応ね、でもやっぱり、ね、空気の中が一番雑菌が多いよね。へ、だからこうして空気遮断すると比較的持つ。でも冷蔵庫とかだったら硬くなっちゃう。そうで、まあ冷蔵庫もねいっぱい小屋からね。いや、うちすっごい冷蔵庫ありますよ。あの染料入れとくんですよ。うん、あ、そっか、染料も、うん、腐っちゃうし。冷蔵庫いくつあるの、1、2、3、4、5、6、7みたいな感じある。食べ物入ってない、入ってない、いやでも一緒に食べ物入れたりして最初えっと思うけど慣れちゃうのよね、はい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 、本当下の友禅板で乗り置く方がいいんだけど、あれ20キロあるんで、で生地買って、あ、一旦って言ったら大体500から800ぐらいあるじゃん普通ので、乗りついたらそんな何キロなんて重たいし、女性でできひん仕事なんで、今これこういう感じ、あ、うわ、今びっくりした、まあ、はあ、こうなると女性でもできる仕事になるんで、今で終わって取ったので今日また新しい生地を貼ってたっていう、なので今仕事、生地貼ってある、本当だ、結構全部やってるでしょ、うん、何でもやってる、すごい全部揃ってる、膝の回転台、ひしゃくの回転台、あー、さっきのやつの膝バージョン、巨大版、すごーい、なんつうことを、なんとか、すごい、女性でも、うんうんうん、あの検査機できれいに返すって、うん、やっぱり訓練しんとできへんし、訓練するほどの仕事があればいいんやけどないから、それだったらね、もうね、やっぱりそういうとこは
昔は大臣っていうのもいいことないけど、いやこれは画期的、すごいね。画期的って本当にあるよ昭和の時代にやっぱ量産体制にわってなった時にこういうものが出てて、でさらにもうちょっと工業的なんで、うん、この中に温風を入って、うん、乗り置きしたらすぐに温風で乾かしてくるくるくるとどんどん仕事できるってシステムがあって、で、工業って聞いたらピッと押せば勝手に回ってくれるようなんですよ。でも、それを設置するほどの仕事がない。ちょうどいい。いい、そう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 。で、これが父のお手製。お手製こんだけ長く、お手製だいぶ時間かかったんですよ。お父さんすごいね。面白いね。どうしても床もしこれは支えが途中に入ってるけど、でこんだけ作って欠点があって、うん、重すぎて女性の力で回せない。言ってることがさっきの全体重かけへんかったら回らへんっていう。これ真ん中でやればいいんじゃない。まあまあ、まあ、もちろん真ん中やけど、それでもね回らない。へえ、もうね感じに今ちょっとね、このあのローラーを変えてもうちょっと回りやすくするよって。それか筋トレするかな。そうやねいいかもね、こう。そうそう、筋トレ筋トレ。まあ、できるだけね、もう女性でも、あの男性でしかできない仕事じゃなくて、ね、今頑張ってる。何このトイレのマークまで可愛いんだけど。何これ。あ、それ言ってくれました。たまにある。へー。父がこそこそっと作ってた。あ、お父さんが作ったの、うん、ちょっと可愛いんだけど、売ればいいのに社長室みたいなとかさ、ああいうの。あ、可愛い。さ、でもさすがにトイレってなっても音どんなのはないから。あ、そうね、確かにね。そこがよくトイレの音ってね。あ、確かに。うちもないわうちもないやけど、これ安全装置をここで押して切ってるっていうね。へえ、うん。これもお手製じゃない、これ売ってないじゃない。まあそうか。こういう作品すごいよね。これもお父さん。お父さん。好きなのかな。あ、そうそう。こういう子もすごいよ。あと隠し階段とか一番面白いね。隠し階段。琥珀糖をよく作って、うん、作るあれを見て私琥珀糖を知ったって感じだったんだけど、うん、ちょっとそんな感じで色入れても、濃くない。本当だ、グラデーションになっててね、美味しそうみたいな、ね、あー美味しそう。大事千鳥やし焼き鳥、そんなそんなもうちょっとあの琥珀糖のこう繊細な可愛い感じがいいんやけど、あ、そうかとかね。これ、今さんと多分一緒だ。色違う。色違うだけで全然雰囲気違う。生地も違うしね。あれ朝だもんね。いや、かわいい。いいよね。おかわりしたくなっちゃうね、そう。あ、生地がね、違うとね、季節が違うし。あら。納品へ行こうと、する方々、はい、頑張ってきてねっていう、まあ、これは問屋さんの方にお納めさせていただくので、じゃあ今度どこの小売店さんに行ってどういう風に売られていくか、まあ、実は私らは知らない。でもまあどういう形であれね、まあ、お召しにくださってる皆さんに手元に行くわけなんで、喜んでくださるといいなとか、あ、素敵やといいなっていうのはね、思うところなんですけど、
でうちはどっちかってやっぱちょっと手仕事かかってる分、うん、すっごいリーズナブルってわけじゃないと思う、うん、でリーズナブル目指そうかと思ったけど、もうそれは私らの生活が苦しくなるだけで、うん、続けられへんし若い人たちが育たへんので、やっぱりそれじゃあね本末転倒になっちゃう。そう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 なんだから、あのちょっとこうあの着物に慣れてきたな、うんうん、あのいいのがちょっと欲しいななんて思ってくださる方にフィットするといいかなと思ってるんですけど、うんうん、でもそのためにはまず着るって人が増えないと、うん、分母がね、分母がやっぱ大事で、その中で、そのままこう日常がいいって方もあっていいし、やっぱりここぞって時だけに着たいっていう人があっていいし、いろいろやと思うんだけど、そういう意味で私こう今さんのさ最初に講演を聞いたのは、うん、嵐山の佐賀で小倉百人一首の館みたいな、なんかなんかあの知らんしぐれ殿やったかな、あそこで、うん、あの講演があったんよ。私の？そうよ。すごい前じゃないじゃん、すごい前、すごい前、本当。それを聞きに行ったのが、うん、今その話を聞いた最初で、でその時に、着物はお箸折りがあるからちょっと、ね、お腹出ての、うん、あ私それ私だじゃん違う人じゃないって言ったら私だった隠してくれるから、そうそうそう、体型が崩れても ねっていうね、うん、って言って、あいいこと聞いたと思ってでもなんかこうすごくその語り口も柔らかくて、うん、聞きやすくて楽しくて、あよかった、うん、関西の人に言われると嬉しいわ。あそうか、関西の人の前で話すときは緊張するよ。あ落ち着くとかだと思うねとかやっぱりそうなの締まりはねやっぱ落ちで終わらないとみたいな着地点求めるよね、やっぱりね、うん、やっぱりね、なんかこう取り留めなくずっと言ったらどこに落ちるのかなってでってなっちゃう。そう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 、ちょっともうなんか大阪でトークとかすごい緊張する。もうね、手だれの方々を前にみたいな。なるほどね、なるほどね、ツッコミよく入ってきたらどうしようと思うよまあ、ね、わかりませんとか言われたら怖いよね言われたことはないな、よかったいやでもなんかこうその語り口のなんか柔らかさとか聞きやすさで、あ着物着る人がこうなんかこう気軽に着物ってなるんじゃなくて、うんうんうん、なんかね洋服の隣にあるってずっと私は言ってて、うん、洋服時々着物っていうのが一番おいしいスタイルだって思うので、私はその逆だけど、うん、あの着物時々洋服みたいに、うんうんうん、なんかねそのぐらいの距離感でいいんじゃないかなと思うんですよ、うん、なんかあった方が、着物があった方が絶対にお得というか、うん、こう生きていく上で、うんうん、着物っていうものを知ってた方が絶対に得をする、うんうん、いい時間を過ごせるっていう、もうそれだけでこうもうアドバンテージ持ってるみたいな感じがするので、うんうんうん、これはね着てない人もったいないよってずっと思ってるんですよ、うんうんうん、いやでも本当にね今さんのおかげもあってやった私は思ってるんやけど、着てくれる人が増えてるんじゃないかなって、着物の良さに気づいてる方が、ありがたいですね、ありがたい。ここでさ、じゃあもう一歩こう次今さんが想像するというか、こう私らが何を頑張っていったらいいかなと思うような、なんか未来像、どう？未来像。なんかね、あの今着たい人の中でこう二極化っていうか、いろんな人がいて、こうなんだろう、普段着たい人と、うん、お出かけに着たい人と、うん、フォーマルの時だけ着たい人っていうのがやっぱりいて、うん、でそれを全部一緒にすると難しいと思うんだよね、うん、なるほど。なので、うん、この人はどういうスタイルなのかっていうのが自分で分かったら、うん、もっととっつきやすく、あ私は普段は着ないけどいざという時はすごい頑張りたいのっていう人なのか、あのちょっと出かける時に着てみたいっていう人なのか、いや私普段から着てゴロゴロしてたいのみたいな、なんかその憧れるスタイルっていうのがみんなそれぞれ違うと思うのね、うん、なのでフォーマルすごい着たいっていう人に普段の着物を勧めてもちょっと違うわってなっちゃうから、うん、なんかそういう風にその普段着用の人と、私は着物は A ランク B ランク C ランクって分けてるんだけど、
けど、うん、A ランクが冠婚葬祭とかお茶席用で、うん、B ランクがお出かけの時の着物 で、うん、で C ランクはお家にいる時の着物っていうふうに分けてるんだけど、うん、私はもう A から B、ABC 全部網羅してるけど、うん、人によっては私は A だけ、私は B だけ、私は C だけっていう人もいると思うので、うん、なんかそのこれは C 向け、これは B 向け、これは A 向けっていうようなのを作る方でもこうちょっと分かってた方がもしかしたら提案しやすいんじゃないかなっていう、その売る側もね、無理にこう別なものを進めるんじゃなく、ドンピシャなものを最短ルートで教えてあげた方がいいんじゃないかなと思うので、もちろん C ランクのね、毎日普段楽しむっていう人が出かけるときは絶対におしゃれしたいし、だんだんみんなもう B も気になって A も気になってってこうなってくルートはある程度できてくると思うんだよね。なのでやっぱり、あ、これは今私が作ってるのは B 向けなんだなとか、あ、じゃあ C 向けの人向けにはどんな風にしようかなみたいな風に、なんかそのターゲットがどこなのかみたいなのがもうちょっと明確になると、なんかもうちょっと明るくなるのかなっていう気はする。なるほどね。もうあの来て結構かあのいろんなもの持ってらっしゃる方はそこが分かってるけど、うん、来たいなと思ってるけど、うん、一歩踏み出せない方は、うん、の中にはそういう迷子さんめちゃくちゃいはるやろね。チャートあるじゃない、多分あのイエスノーで進むみたいな、うん、あれで進んだら私は A タイプ、私は B タイプ、私は C タイプみたいにこうなると思うので、うん、そしたらこういうものがありますよっていうのが本当にこう明確に分かるといいなぁ。いや、洋服館ってね、うん、今日は家で過ごしたいとか、うん、だらだら外に出ない、うん、はい、ファストファッションとかね、いう感じでみんな洋服はできるわけじゃない、うんうん、でも着物のことは知識がないから、ないから、もう全部着物と思ってるから、うんうんうん、そうなると敷居が高い、呉服屋さん怖い、うん、いけないわってなっちゃうし、そうじゃないよっていう、で、こういう A タイプ、B タイプ、で C タイプもあるよっていうお店やったり、そこもね、あの分かりやすいとちょっと飛び込んでもらえるかなって、絶対それでこんな素敵なの見たらさ、キャっていやなるじゃない、そのキャが大事で、ああこういうのかっていう中から形だけ着物っていうのを選ぶんじゃなくって、やっぱりときめきの中から選んでほしいんですよね、洋服だってアクセサリーだって何でもうわ好きって思ってこう買ったりするわけじゃないですか。あのときめきって着物にもやっぱりたくさんあるものだから、あのそういう風なのにどんどん知らない人が気づいてってくれるといいなと思うんです。本当本当本当、でもそのためにもいっぱい見てね、いっぱい賢くなったり、いろんな人の話聞いたりね、あとはね、見てこうあの人の着姿素敵っていうのを街の中で見た時に、うわあんな風に着たいっていうのをどんどん、やっぱり私たち着る人がね、こうどうよっていう、全然着物を知らない人にもこうどうよ、こういうのどうよっていう風な意識でこう、なんだろう、看板になるような、例えば今日空港でもね、うわあの人着物だって見てる人絶対いると思うんだけど、その中の何人かがあ着物周りだなって思ってくれたらいいなっていつも思ってます。いやきっとね、こうなんか出会った方はね、あ着物いいなって思ってた人は多分8割はいると思う、そんな多いから、いると思う。いや、あ一応ねアンケートの中であるらしいの、来たいなと思ってた8割は、そうそうそう、計算書のやつ、ね、そう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 、でもだからって着れるかって言ったらそこじゃないんだけど、でも着たいと思う人がいっぱいいるみたいなね、ここなんかうまくね拾い上げられて、あの本当分母が広いと、だから分母広げたいのよ ね、頑張りましょうね。はい、そんな栗山工房で作る商品、皆さん楽しみにしてくださいとか、よろしくお願いします。今さんの素敵でしょ、はい、銀行のご依頼もお持ちしてますとか、ありがとうございます。すいません、お忙しいところどうもありがとうございました。とんでもない、ありがとうございました。